チャワトティーコメスターティ、こんにちは。ラクチの幸、料理教室をしております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい、簡単にできるお料理、お菓子、パンをご紹介しております。本日はじゃーん、はい、こちらのオートミールを使った美味しいヘルシーなマフィンを作っていこうと思います。先日ね、パンケーキの動画もね、オートミールパンケーキ作りましたのでね、もしご興味ある方は概要欄の方に貼っておきますのでね、よかったらそちらもご覧ください。今日の配合下の概要欄の方にね貼っておきますので、よかったら見てください。ちなみに私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっております。そちらの方では対面レッスン、そしてオンラインレッスンもやっておりますので、もしご興味ある方はこちらも概要欄の方に LINE を貼っておきますのでね、よかったら登録してください。今スペシャルなプレゼントを差し上げております。はい、それでは早速始めていきます。オートミールのマフィンです。はい、それでは材料です。まずはオートミール、牛乳、バター、こちらは無塩を使っていきます。卵1個、そしてベーキングパウダー、そしてきび砂糖、ヘルシーでコクがあっておすすめです。そして今日はね、お好みでなんですけども、入れても入れなくても大丈夫ですが、今日はジャムをねちょっと入れようかなと思います。今日のジャムはマーマレードです。あとはブドウのジャムとかいちごのジャムとか、好きなものをね、もし入れたかったら使ってください。泡立て器を使っていきます。はい、今回はこちらのタルレット型よ使っていきます。紙を敷きます。こんな感じで使います。もし、ね、こちらなかったらね、100円ショップで売ってるようなマフィン型、紙のマフィン型を使っていただければと思います。はい、今日はこちらのフードプロフェッサー使っていきます。オートミール、今日は富澤商店さんのを使ってます。刃がこれは4枚くっついてるんですけど、ざっと入れて、壊れておりますのでこちらを使います。そしたらこちらを始める前にオーブンは180度に予熱しております。ではまず卵、ほぐします。卵をほぐします。お砂糖を入れます。お砂糖を入れる前にちょっと塊があることがあるので手でほぐしてあげます。きび砂糖がない人はね、上白糖とかグラニュー糖とかでも全然大丈夫です。きび砂糖を使うと甘さはね控えめになって、体にも、ミネラルいっぱいでヘルシーなので使ってます。はい、そしたらお砂糖を入れます。混ぜます。牛乳を入れます。バターは溶かしバターにします。これからチンしていきます。はい、今溶かしバターができました。これはね、熱すぎないようにしてくださいね。お風呂ぐらい熱すぎるとこの中に入れた時に卵が固まっちゃいますので、指が入れられるぐらいです。はい、入れちゃいます。混ぜます。オートミール、ここにこのベ
ベーキングパウダーを小さじ1入れます。で混ぜます。いっぺんに入れます。混ぜます。鉄板の上に入れていきます。だいたいね、上まで入れないで8分目ぐらい入れてください。2つは余っちゃいましたね。余りです。今日は6個取れました。ジャムをねちょっと上にのせていきます。これはお好みで、3分の1ぐらい。はい、それではこちらを、あらかじめ180度に予熱したオーブンで約20分ぐらいですね、様子を見ながら入れていきます。完成しました。出来たてでございます。それではね、一つちょっとどれにしようかな、これいこうかな。はい、こんな感じですね。ほわほわになってます。お、崩れちゃいました。見えますか、こんな感じです。それではいただきます。柔らかくてしっとりしてて、このジャムのねちょっと酸味のある感じがねまたいい感じです。ということで今日はオートミール 100% のとてもヘルシーで簡単にできるマフィンをご紹介いたしました。この動画良かった、そしてね面白かったという方はぜひですねチャンネル登録、そして高評価の方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは次の